こんにちは、うさんこです。本日の主役はもう本当に小さい切れ端たちです。小さすぎる布再生計画、一番小さいものでこんな感じ。こちらの糸、フジックスのミシンキルト飾り縫い用の糸です。こちらとこのキルト芯、片面に糊がついています。今回使用するものはこちら。糊がついているので、このキルト芯の上に布を並べて、この糸で縫い付けていこうと思います。その後ポーチに仕立てていこうと思います。10センチのファスナーを用意して、あと裏地も用意しています。早速作っていきたいと思います。こちらは手作りの汚れてもいいアイロン台です。もうすでに汚いです。糊面を上にしてキルト芯を置きます。この布端たちをきれいに並べていくんです。キルト芯が見えないように布で埋め尽くしていきます。布がくしゃくしゃだとちょっと並べにくいので、アイロンが必要です。アイロンで伸ばして並べていきます。隙間なくびっちりと並べていきます。ただただひたすら並べていきます。布の色のバランスを見つつ、とにかく並べます。並べ終わりました。キルト芯が見えてないかチェックです。糊はアイロンで溶けるので、この上からアイロンをかけて布をキルト芯に接着していきます。一応接着できています。落ちてこない。よくよくチェックして、キルト芯が見えてないように隙間があったら、その上に布を置いて隙間を埋めていきます。この上から糸で縫い押さえていきます。そこでこちらが登場するのです。このグラデーションの色がいい感じになる予定です。まずは2センチ間隔で印をつけて縫っていこうと思います。2センチ間隔で縫っただけだと、まだ布の端がピロピロしているので、2センチの間にさらにジグザグミシンを縫っていこうと思います。布を並べた後はひたすら縫う作業です。今回上糸だけ綺麗な色の糸にして、下糸は白い糸を使っています。縫えました。結局ジグザグミシンも縫ったんですけど、まだひらひらがあったので、さらに直線の縫い目を足しました。糸の発色がとても綺麗でアクセントになっていて素敵です。こう縦に縫った後に最後ぐるりとジグザグミシンを周囲にかけてほつれ止めもしました。なかなかいい感じに仕上がっています。裏はこんな感じです。縫い目はあまり目立ちません。下糸を白にしています。表布、裏布、ファスナー10センチです。金具を下向きに中心を合わせて縫い合わせて、裏布を縫い合わせて、さらに表から縫い押さえて、いつもみたいにパウチ作っていきます。こちらにも縫い付けていきますが、その前にタグを縫い付けていこうと思います。タグを縫い付けたらポーチ完成を目指します。今回はすごい簡易的なポーチの作り方をしています。縫い代が見えちゃう作り方です。縫い代の部分はジグザグミシンをかけました。色糸がいい感じのアクセントです。ではでは表に返します。出来上がりました。パッチワークとはまた違った可愛さのポーチです。タグはこう糸の綺麗な色が分かるようにぐるぐるぐるっと2回ぐらい縫いました。ひらひらがね、全部こう押さえきれてなくて、こういうところめくるとキルト芯が見えちゃうようなところは布用ボンドでちょこっと接着しちゃいます。使
使うには全然問題ない感じです。中も縫い代が見えててもそんなに気にならないと思います。今回この糸にすごい助けられました。画面からは伝わりにくいかもしれないんですが、この糸がすごいいいアクセントになっています。皆さんもぜひ一度作ってみてください。